はい、ってことで今回はサムネ見てもらった人は分かると思いますが、防衛ほどでもないんですけど ASMR みたいなのをやっていきたいと思います。結構 ASMR やってくださいみたいなそういう声はたくさんあったので、まあ、今回ちょうど炎上してなんて言うんでしょう、あんま過激な動画も撮れないんで気休めにちょっとほっこりした動画撮ろうかなって思って今やってます。だからって耳のマイクとかちゃんとした設備ないんで取りまめし食っとけばいいかなみたいな、まあ、あと結構雑談とかも挟みながらやっていきたいと思います。はい、ってことでこれなんか焼きそばにキムチで、箸もねちゃんと韓国っぽい箸持ってきました。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。やばいやばい、こぼれそう。僕の友達コーラ。ちょっとこのままだと本当にただ黙々と食べる動画、しかも多分音ほとんど拾ってないと思うんで、ちょっとまあ雑談していきたいと思います。でもなんか最近すごい YouTuber の友達とか活動者の友達の人が極端に少なかったんですけど、何でしょう、最近ちょっとつながるようになってきて、それでもその片手で入るほどしかいないんですけど、 YouTube だけじゃなくて例えばまあキャスとか歌い手とかそういう人たちともまあちょっとずつつながれるようになって、全然直接会ってとかじゃないんですけど、まあ、DM で挨拶ぐらい。今まで全部コミュニケーション系とかコラボの依頼系とかはドッテイ君に任せっきりだったんですけど、最近自分からも結構まあ絡むようにはしてますね。まあ、最近動画とかでかなりもうカラコン紹介とか、まあ、今日みたいに ASMR とかクソしょうもない、あクソしょうもないっていうか、そのメイク動画とかもっぱん系がしょうもないとかじゃなくて、何でしょう、私が今まで過激な動画とかばっかり撮ってたから、それを今まで見てきた人たちからは結構なんだこんなヘアボケした動画はとか思うと思うんですけど、まあ、今もうモノモース系やりたくてもぶっちゃけできない状況だし、童貞くんともちょっと予定が合わなくて、何でしょう、私ソロの動画であんまりその過激系じゃないのを今やらなきゃいけない現状なんで、まあつまらないなって思う人もたくさんいると思うんですけど、まあ、もうちょっと待ってほしいなっていうふうに思います。言いながらも明日質問コーナーでバリバリ下ネタ言おうかなって考えてるんですけど、世界一デリカシーのない本当、まあ女やめた方がいいよみたいな質問コーナーをやろうと思ってます。私プライドもクソもないんで、モノモス系がダメならもうエロ釣りしてやろうっていう、もう下ネタで攻めてやろうみたいな。このチャンネルリア友とかあとお母さんとかお母さんの友達も
見てくれてるんですけど、そんな身内の人とかが見てるっていうの分かってる中で、あえてそういうことをするっていう、なんでしょうね、もはやいろんなネジが外れてきちゃってる状況です。はい、ちょっとまだ残ってるんですけど焼きそば、まあ、ちょっとお腹いっぱいすぎてもう死にそうなんで夜ご飯で食べたいと思います。まあ、いろいろ事情があって今早朝なんですけど、いやちょっとさすがに朝からペヤングと大量のキムチを食べるのきついですね。お腹がぐるぐるいって止まりません。 ASMR してると本当すごいと思います、その食べ物系の。みんななんか机に大量に置いてあってそれ全部ちゃんと食べるじゃないですか。わかんない、編集でカットしてもしかしたら残してるっていう可能性もあるんですけど、結構お腹いっぱいになりますね。毎回毎回大食いして食べきれない癖をね、まあ、どうにかしたいと思います。次は絶対食べきります。もうやるかもわかんないけど。それじゃあバイバーイ。